わーすごい。こういうのもあります。あ、そう、そすごい。すごい。で、じゃあね、メダル買ってくれた人にはヘルメットプレゼント。まあ、まあ、中は持ってないけど。これじゃん。こういうやつ。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ始まる前です。はい、始まる前でした。すいません。ありがとうございます。すいません。清掃されました。すいません。あ、いいですね。ありがとうございます。もうそんな気使っていただいて。大阪から来ましたんで、大阪。ありがとうございます。アイコン皿作ってます。アイコン皿がないんですよ。アイコン皿、アイコン皿ってね、ちょっとあれですね、ね、アイコンを撮影用の村田会の作った、僕1200枚ぐらい作りました。1200枚、すごい。メダカの龍太郎、メダカの龍太郎って2つ横にファーム龍って言いますけど、前のアイコンなんですけど、おー、で、こう言います。鈴村飛鳥さんの描いたやつとかをお皿に入れる、おしゃれですね。メダカのジョーさんって愛知県の人なんですけど、仲良くさせてもらってる、こういうアイコン、あ、アイコンよく、なんかいいですね、こうやってお話ししてくれると、説明してくれるといいですね。あ、いいですね、はい、またかぶっていただいて、ありがとうございます。なんか映えますね、映えますね、動画映えしますね。はい、ありがとうございます。ちょっと隣行ってきます、すみません。サービスがすごい、サービスで、このサービスでこっちです。はい、お顔大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。もう全部大丈夫ですか。ライトが大丈夫、綺麗ですね。ね、これはもうすごいですね。どうかな、どうかな、あ、でもいらんな、あ、あ、あ、いいですね。有名 YouTuber よく言いますね、本当に全然ですよ、もう何をおっしゃいますか、全然。はい、まあ、知識が何もないもんでね、もう感想だけでこう生きていってるような。光がいいですね。下がほら白だからまた余計綺麗だね。あ、ね、小倉ちゃんもいますね。ね、これ何が、うん、値段4000円以下、あ、5000円、5000円以下なんですね。安く、マンボウ、マンボウ、光がいい、いいですね。はい、あの富田さんのブースにもあった、福岡の方に、あ、そこ、あ、そこからですね。はい、私たちは動画以外に何もしてないです。はい、すいません。大メダカさんです、はい、もうアイコンは僕はもうずっと存じておりましたので、はい、見てください、ミジンコ屋です。なんかすっごいミジンコあるなと思って、ミジンコ屋すごい、うわ見える、大阪のミジンコ屋、あ、大阪のミジンコ屋、うわ、え、ここも集まってるからやばいけどね、これやばくないですか、これやば、しかも玉付きじゃん。えー、すごい、
ありがとうございます。これやばい。これ結構あったんですか。そうですね。おお。あ、なくなってますね。ちょっと迫力は。この量はちょっとあんま見たことないね。この量は見たことない。で、ミジンコ屋ですか。網付き。網付き。すごい。あ、シュリンプ。あ、シュリンプいますね。見てください、渋いですよ。熊本名物の武者返しがあるけど、どういうことか。誰かが多分、熊本で、あ、そうです、僕たち熊本なんですよ。そうです。誰かな、これは。これは麻婆さんと、あれ、いや、あれ、武者名だから、多分武者、おお、武者だから、そういうことなんですね。なんか、ね、武者返しだけびっくりしたところ、ね、びっくりしたね、熊本名物がここにあると思ってね。ずっとこれ、ずっとこれがちょっと渋い。ほらほら、また白黒がね。いいね。モノトーンがいいかも。撮影しても大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。全部お買い上げでもいいです。全部お買い上げでもいいですよ。全部お買い上げでもいいですよ。震えながら。渋いですね。おお、渋い。うん、一つ一つ。ラメがバリバリと、熊本からちょっと初めて来まして、遠いところから。ありがとうございます。今まではその山口の玄関、あのカモンワークまでしかちょっと来たことがなかったので、ちょっと今回ようやく広島に。ようこそ、ようこそ。もうそうですね、頑張りましょう、頑張りましょう。お誘いいただいたら頑張りましょう。やっぱちょっと来て思うのは、メダカ人口がやっぱすごいなと思いますね。やっぱりね、メダカの館さんがあって、やっぱり養父人も一緒に来ているんですよね。錦鯉、ノコとか多いの。で、全部がそういう会、伝統の会なんです。メダカの声も広島県が入る。そら、そうなんだ。そうなんだ。全部写しても大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。お値段も大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ちょっと靴になっちゃった。え、美人子乳酸菌だから取り扱い店舗なんでしょうね。そうね。すいません、僕たち熊本から来たんですけど、はい、あまり地理は分からなくて、これどちらになるんですか。島根県の大津市から来ました。じゃあ車でどれぐらい。車で ここって広島でいうとどのあたりになるんですか。山口寄りなんですか。少しだけ山口寄り。あもも見てください。ちょっとうわ、助け目の子さま。本当だ、お助けメダカさんの
タモってことですか。お助けメダカさんが作られたタモ。あ、お助けって書いてある。はい、あ、すごい軽くて使いやすいタモです。軽く。で、お値段も安いです。値段安い。ビロンビロンですよ、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。いきます。どっちでもいいですか。じゃあ写します。お顔がいい、どっちでもいいっていうことだったので。あ、はい、じゃあ写します。はい、どうしました、はい、どうしました。ランキュー、あれランキュー、これはちょっと、ね、興味をそ、ランキューついて書いてあるの。あ、すごい、メダカじゃなくてランチューに。あ、メダも有名じゃない。え、何でも言うじゃないですか。わー、え、ミックス安い。安い。あー、500円、ワンコイン、ワンコイン。しかも、5匹じゃないんで、アホみたいな。100円以下です。アホみたいな。アホみたいな。あ、はい、はいって言うしかないですね。はいって言うしかないですね。いや、いいよ。ね。うん。すっごい、シュリンプもいる。これおお、すごい。何ですかこれ。うわ、あ、結局、え、これこれ予防ってことですか。ですよね。え、これ自分つけといてもいいよね。ないから自分がつけとくってどういうこと。あ、ここも写りがいいですね。これね、これかっこいいけど、かっこいいですね。そしてメダカもあれね、全部種類が違いますよ、ちゃんと。
けども2500円だけど2000円になっちゃったから。下がりに下がった。はい。もうこういうことばかりされるわけですね。下げて下げて下げて。すごいね。いやでもこれアクアショップですね。ね。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。